はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテニュー、本日のゲームはこちらでございます。おー、よしよしよし、はい、こっちです。はい。ディープダンジョンというゲームですね。名前は聞いたことありますけどね。これファミコンでもまあ出てはいますよね。で、一応 DOG って書いてあるから、まあ、スクエアのやつなんですけど、ファイナルファンタジータクティクス2の、なんかエンドコンテンツ的なのに出てくるディープダンジョンの元ネタっていう言い方が正しいかわかんないけど、みたいなもんですよね。ファミコンで発売されてるときは、スクエアじゃないな、アスミックだっけ、どっか、パックインビデオじゃない、まあどっか、またスクエアじゃないメーカーでした気がしますけど、そんな感じで、どんなゲームかは知りませんけど、まあなんか、あれなんでしょう、RPG 的な、でもどっちかっていうと、そのウィザードリー的なものっていうイメージはありますけどね。まあといっても、ウィザードリーってどんなのかも知らないんですけどね。はい、今日のワンコンテンツ、一回ゲームオーバーする前にどんな感じのゲームでしょうかとかを体験したり紹介したりできればいいなと思っておりますが、私自身が全く分かってないジャンルのものとかだったりすると、まあどうなるこっちゃ分かりませんね。っていうか分かってるものでもうまくいきませんけどね。はい、そんな感じで、ハミングバードソフトって書いてある、そこが開発なのかな。さあ、デモ画面的なものは出るのでしょうか。おプロローグって書いてある。平和な街、黒に赤、見づらこれブラウン管だったら読みやすいのかな、読み見づらそうな気がするけど。で、平和な街、ドールの地下はいつの間にか、いつの頃からが魔物の住処となっていた。魔物たちは、街を荒らし回り、宝を奪い、エトナ姫の魂まで奪い去り、姫はただ眠るだけの抜け殻となってしまった。たくさんの若者たちがエトナ姫の魂を奪い返すために地下に降りていったが、誰一人と戻る者はいなかった。あの有権士ルーさえも、もうあとは神に祈るだけだ。神を、死に命を、蘇らし勇者を、とか書いてあったわ。要は悪い奴ぶっ飛ばせばいいんだな。ディープダンジョンにも、なんか、その悪い奴らがいいんだな。じゃあ、スタートボタンを押します。さあさあ、私のツインファミコンガチャンガチャン言うとおります。順調で、あ、なに、トシハル、ハミングトシハル。久保トシハルかな。ちょ、一番下のトシハルを消そう。さらばトシハル。前の持ち主のデータがバッチリ残ってますね。さらばトシハル。トシハル、アツシ、じゃあアツシでいきましょう。神谷アツシの方でいきましょう。なあなあ、シュートの、サッカー漫画シュートのキャラクターに寄せていきましょう。よし、お願いします。今何が20で何が1だった、レベルが1でヒットポイントが20って書いてあった気がする。そんな感じで、さあ B 面にセットかな。このね、最初は良くても B 面にセットした時に調子が悪いっていうことがあったりなかったり、まあそれが元で実はお蔵入りというか、になったカセットも一応あるんですけどね。さあ、これがそうならないことを祈ります。うちのツインファミコンがガチャンガチャン言うとります。おお、セッティング B お願いします。お願いします。アツシ、この国とわしの娘、エトナを救えるのはお前しかいない。うん、だと思うよ。だから大金とこの国で一番の装備をよこせ。すでにたくさんの若者たちが地下の世界で勇敢に死んでいった。なんかちょっと引っかかるけど、まあいいや。もう若者の死はたくさんだ。お前は必ず戻るのだぞ。この 200G はこの国での目玉が飛び出るぐらいの大金なんだろうな。もうやろう。わあ、3D アクション。お城に行く宿屋。あ、違うか。どっちかっていうとアドベンチャーか。ん？じゃあ武器屋。武器屋いかが？いらないものは引き取るよ。相場。もうこの町で撃ってる一番強い武器も買えないよ。ゴールドでどないせつのバカな。
うまく生き残れたらまたどうぞ。嫌な言い方すんな、てめえら。なんなら、諦められてんじゃん。もう、もう。顔の盾鎖の鎧で120でしょ？細身の剣。細身の剣と顔の盾って鎖鎧で一応まあ初期装備は整うのか。それでやるか。今装備したんか。多分装備したんだろうな。で、革の盾と鎖鎧か。なかなか脳に来る BGM だけど。まあ悪くはないか。はい、というわけで、お金がなくなりました。じゃあ、お城に一旦行ってみましょう。経験を積み、いつのを救い、魔物の王を早く倒してくれ。頼んだぞ。どうも引っかかるな。エトナ姫の探検は、きっとお前を救うのだろう。そんな、姫は探検を持ってるらしい。そんなもん自害し、まあ、めったなことは言わないでこう。道具屋何言ってんの、そういえば。インチキくせんだけど、この店の人は。パン、清水、コンパス、水晶、香料、聖なる灰、イカ槌、小石、巻き、布切れ。いらない。もうどれが何に使う。なんで布切れが800もするの。何に使うの、こんなもん。巻きも、巻きとか、燃料が800もするの。燃料すら巻きも買えないぐらいのお金で旅立たせられるの。イカ槌、自然現象は300で買えるの。なんでしょうね。まあ説明書見りゃわかるんだろうけどね、こういうのね。まあ説明書ちょっとないので。カセットのみ、ソフトのみなので。パンも何かわからんしな。AP、AC、HP。どのパラメータかなんでしょうね。じゃあ出る。もう、地下に降りるしかないですね。隣接してんだろうな、この街と。ん？どういうダンジョンなんだろう。登る階段見つけたら使えますか。あ、これ登る階段はあれだ。今脱出用だ。しまった。いらんことをした。じゃあ近い。来た。痛い。頭をぶつけた。鍵はかかってます。あ、これ。これから降りてきたわけね。あ、扉を蹴り開け、中に踊り込んだ。鍵かかってるとこは扉を蹴り開けることはできないわけね。扉が2枚ありますね、多分。ああ、まあいいね。とりあえず、片方の奥の方の扉に入ってみよう。ウェアマウス。あ、オートバトル？オートバトルですね、これどうやら。ああ。ヒットポイント13。おお、経験値2を手に入れた。よし、一旦帰ろう。
回復ってどうなんだろうね。城に行ったら回復してくれんのかな。あ、宿屋。ウェアマウス倒してもお金を落とさなかったね。お金が足りないので出直しな。じゃあお城止めてくれや。あ、止めてくれや。てめえ。ヒットポイント今13ですか。これ死にゆく運命ですね、これ。敵がお金落とさねえですか。これはまずいぞ。ああ。冒険者がいる。あ、こんにちは。敵なの？ちょ、なんで敵なの？ちょ、いた、はな、こんにちは。あれってまだ、話す。今、一発食らって14ポイント食らいましたね。今さ、2番の死んだとこから始める選ぼうとしたら選べなかった。というわけで、なぜか知らんけど冒険者にやられて死ぬという非業の死を遂げました。はい。なんで A 名を1回入れてもう1回 B 名を入れないかんのじゃ。まあそういうもんなんだろうな。ディスク媒体のゲームはそういうもんなんだろうな。あ、お金が返ってきた。そして経験値がなくなった。というわけで、さあ、俺たちの戦いはこれからだ。お疲れ様でした。さようなら。逃げろ。